10月の中旬、八雲町に車中泊し、おぼこ岳に登った。深く険しい道南の栄峰を目指して。朝の6時、日の出とともに登山口に到着した。先行者の車が止まっていて、めっちゃ嬉しかった。はい、ここから出発します。おぼこ岳のアイヌ語名であるカムイエロ式とは、神々が群立するところという意味なのだそうだ。最初から狭い。登山道は植物で覆われていて、少し歩きづらかった。結構あって、少し歩きづらい。こういう沢とかがあって、ルーファイが難しいです。こっちだな。秋だというのに水量があって、ペースを上げることができない。またどうしよう。ピンチテープあります。このような図書が何十回も現れる。よし。このすぐ上流に大きな滝が流れ落ちていた。高巻のルートが多くて体力を消耗する。こんなところにトクサが。また高巻。いや、道迷いやすいです。こっちかと思ったら。何度か道に迷いそうになり、ピンクテープに助けられた。危ない。太陽見えてきた。目指す山頂の方角に朝日が差してきた。こっからしばらく川沿い。いや、険しいな。おぼこ岳見えてきました。滑る。苔が。苔むした岩が滑って、思うように前に進めない。なかなか大変。まだ沢沿い。GPS やスマホアプリでルートを確認しながら慎重に進んだ。ここに来て、おぼこ岳の山頂部分が見え始め、思わず歓声を上げた。この沢の出会いを。ここからさらに沢を詰めて登っていく。左側の方に行きます。笹で覆われた道は腰をかがめながら進む。前方には山頂の姿が見えていた。水場6。ああ、すごい。おぼこ岳のように思わずため息が漏れた。
圧巻だ。ここで記念写真を1枚。しかし家族や友人にはピグレットに似ていると笑われてしまった。ここからまたどんどん傾斜が急になっていく。山頂に向けて一気に高度を上げていく。後ろを振り返ると噴火湾を隔てて羊蹄山のシルエットが浮かび上がっていた。すごい。おぼこだけの岩壁が目の前に立ちはだかっていた。もうちょい。岩壁を東側から巻いていく。ここから、ちょっと急な登り入ります。いよいよ最後の難関、険しいルンゼが始まる。ロープを頼りに全身を使って登っていく。すごい急だ。マジか。もうちょい上げた。いいなこれ。つ、よいしょ。噂にたがわぬ、めちゃくちゃ険しい山だ。よし。お、ああ、南側の海が開けた。よし。ここから山頂までは深いやぶこびとなる。深い笹藪はかろうじて道が残っている状態だった。背丈を没する笹をかき分けて一歩ずつ慎重に進んだ。あと少し。ここを越えれば山頂はもう目の前だ。おぼこだけの山頂に到着した。着いた。よし、やった。二等三角点、点名はおぼこだけだ。山頂からはまさに道南の山々を一望することができた。すごい。険しい道を乗り越えてこの場所に立てた喜びを噛みしめながら、山よ、今日もありがとう。それではまた。